ブレインダメージ2008年ブレインダメージはアメリカ合衆国出身のハードコアレスラー。身長およそ193センチメートル、体重およそ123キログラム。本名マービン・ランバート。その経歴のほぼ全部を通してコンバットゾーンレスリングといわミッドサウスを主舞台に活動してきた。オハイオ州のマンズフィールドに生まれ二千年から十二歳の 時にプロレスラーとしてのデビューを行った。この年に、早速、岩ミッドサウスのキング・オブ・ザ・デス・マッチ選手権大会に出場し、ミスター・インサニティこと、トビー・クライニを撃破。それから、しばらくの空白期間を経て、再びコートドムに参加し始めた2005年にあっては、コンバットゾーンレスリングのトーナメント・オブ・デス選手権大会への初出場をも果たした。 それからというもの2006年から2007年と欠かさず、これらの大会に出場し、ネクロ、ブッチャー、ミッチ・ページ、トビー・クライン、リレンジド、ドレイク・ヤンガー、ディス・ファンクション、ミッキー・ナックルズなどといった選手らを相手に歴戦。そうした中で2006年にあっては、リレンジドと組んだ上で、イアン・ロッテン・ドレイク・ヤンガー組から、いわミッド・サウスのタッグ王座を奪取。翌2007年には、 ドレイク・ヤンガーの保持下にあった CZW のウルトラバイオレント・アンダーグラウンド王座のダッシュに挑戦し、有志鉄線やガラスを用いた一戦を行った末に、これに勝利しこの王座を獲得。そして同年のうちに模様されたトートのファストフォワードという番外大会に参戦。ウルトラバイオレント・アンダーグラウンド王座がかけられていたこの大会にあって、 ダニー・ハボック &JC ・ベイリースコッティ・ボルテクズと共に行った決勝戦2 0 0本の蛍光灯が乱舞したバトルロイヤル方式のデスマッチを制し自身2度目のウルトラバイオレント・アンダーグラウンド王座の体幹を果たすと同時についにはトーテの覇者の境杯の獲得を果たす結果となったこの年にはいわイーストコーストのデスマッチ選手権大会 マスターズ・オブ・ペインへの初出場をも行い、ネクロ・ブッチャーとマッドマン・ポンドを破って、決勝戦にまで進出するも、やがては、コーク・ヘインに下されそのまま敗退していった。2008年には、ジョーカーと DJ ・ハイドを下して、CZW ・アイアンガマン・オーザーを二度にわたって獲得。その翌2009年のトートは、ジョン・モクスリーを相手に一回戦目で敗退。 同年に開かれた番外のトートゥ、リワインドにあっては、マサダを相手に同じく一回戦目で敗退していった。2012年10月18日、死去、自殺とみられている。34歳遺没、ありがとうございます。